はい、どうも、ケイキュンです。今日ですね、キャプテン翼、続きやっていきましょう。ここまで来ました。東方戦です。南葛編ラスト。まずは中央突破。たけし来るんじゃない？伊沢。よし、取った。とりあえず一本集中っていうか、打ちたいよね。来すぎ。このいつものパターンとりあえずやっときましょう。で、若島津がどんなもんなんか。見せてみろよ。きえー強すぎるって。こんなん点取れるわけないやん。キエーとか言われた暁にはさ、そうやろ。伊沢。あ、マジで？いい位置で。チャンスボール。さあ、次はヘディングです。強烈なヘディング。うわ、無理かこれ。さあ、倒れてますよ。ここね、一旦ってかもう一回、木杉に戻して。これで入らなかったらもう厳しいっすね。うわ、若島津勝て。いや、東方ってさ、バランス良すぎますよね。キーパー若島津でさ、で、まあ、中央にたけしがいて、で、フォワード、ヒューガとソリマチ。レベル高いって。通用せんのよ。倒れとるとか関係ねえから。今ので1点取れん。これは、まずいぞ。だ、もうヒューガに打たれたらもう点決まるじゃないですか。で、ソリマチでも多分決まると思うんすよ。たけしはね、シュート力そんなないので、大丈夫だと思うんですが。石崎がついた。もう体で行くしかねえよ。おー、ヒューガパス。打ってこい。ヒューガに打たれるよ、マシ。はい、高杉が取った。こっちもね、しっかり。な、東方はね、この3年の時が強いんすよね。たけしが来てね。たけし1年なんですが。で、一気にもう戦力上がったよね。岩見。ここ通れば。よし、しっかり通して。またね、来すぎていきます。もう来すぎしかいないんすよ。いや、若島津。まあまあ、これはね、まあ、一発じゃ決まんないですよね。倒れてからね、勝負は。でも完璧なタイミングで打ってるんですけどね。取れ！ああ、無理か。もう一回仕切り直し。たけし来た。ヒューガさんやろ。まあパスで来るよね。引きつけてからのヒューガね。これはまずい。はい、タイガーショット来た。うおーうおー。いや、そうなるよ。これ厳しいぞ。1点が遠い。いや、富良野戦もかなりきつかったんですが、やっぱ東方きついな。
まあ、南葛もね、結構バランス取れてるんですけどね。滝に出したい。なんとか。あー、取ったか。まあ、そいつ気になってたんですけどね。はい、ザワ取った、取り返した。そしていい位置。ディフェンスラインを突破してる。ここはチャンスです。あー、2、4来たか。これも無理やな。パス。もうちょっと来すぎ上がってほしかったけどね。まあ、とりあえず打ちます。もう打つしかない。ルーズボール。これ大事。長野か、若島津くんまだ倒れてる。はい、高いボール。どうだ？消えー！オッケー！来た来たー！危ねえ。揺さぶれば入るぞ。とりあえずここも同点でいこう。もうそれしかない。翼動かないで。うわー、かわされた。まずい。ヒューが来る。7番。7番そのまま打ってくれば。打ってきた。森崎頼むぞ。よし。うわー、まだ敵の攻撃が続く。怖い。時間はない。ギリギリ。で、増やすね。危ねえ。いや、でもいけますね。俺は負けんぞ、翼。7番。サイドから切り込んでくる感じね。まあ、いつも通りはね、中央に来る。3人、止めたいね。タックル、パスカット。翼は動かないで。あー、かわされた。ピンチ。まずい。あ、打ってきてくれた。はい、パンチング。こぼれ球大事。小田か。小田さん、どこ守っとん？岩見、いや、ここはもう少しドリブルで上がって、敵の7番が来た。そうやね、ドリブル、岩見。岩見はいいね。あー、弾かれたか。で、4番ね。石崎ナイス。さあ、これはチャンスなんですが。上がれ上がれ。さあ、26が来た。いや、敵つくの早いよね。じゃ、戻り早い。敵の人数どうなっとんよ。なんか倍くらいに感じるよね。さあ、伊沢が取った。これいい位置っすよ。いや、これもう伊沢上がろうか。そのまま。中央突破。打つと見せかけて。間違えた。今来すぎましたね。これどう？まあ、こっからね。あー、取れんか。今のを取らないとダメなんですよ。タックルで。あー、パス来たか。たけし。たけしのゲームメイク。ヒューガね。ヒューガをフリーにすんなって。
とりあえずヒューガとソリマチにはしっかりついとけって。サイドにも味方がいない。石崎おった。よかった。敵がだいぶ入り込んでますね。しかもなんか位置がいいんですよね、敵の。長野、ここ通したい。ここ通せば敵はほとんどいないはず。来すぎ。どうだ。きえさあ、伊沢が取った。まあ来すぎでいくしかない。止めてくるか。はい、通った。ガッツ240しかない。強烈なボレーシュート。倒れとんじゃない。倒れてないか。伊沢ダイビングヘッド。どうだ。いやー、通用しない。若島津が勝て。はい、ついに倒れました。ここね、もうなんか団子やね。どんだけ固まっとんよ、これ。伊沢ここです。キスギここ。どっち行く？キスギ。うわー、通らんか。伊沢にしときゃよかったね。高いボール。伊沢が取った。キーパーまだ倒れてる。ここ来すぎで通せ。さあ高いボール。若島津くんまだ倒れてる。消え。よし。いやきっつ。さあただヒューガに渡ったら終わりですからね。ソリマチもきつい。止めろ。高い位置で7番パス。このパスが怖い。岩見しっかり。お、翼ナイス。7番か。打ってくるかな。打ってきたか。よし、高杉ナイス。こぼれ球取るの大事と。小田が深く守ってましたね。あー、ただこれ怖えな。捕まるな。パス。近くに来てあげてない。長野通れば。マジか。今の通したかったね。これまずいっすよ。さあたけしが来た。たけし打ってくるか。これパンチング。うわ決まった。マジマジかよ。たけしのシュートか。うわ今の決まったか。痛えな。延長戦やったっけ。たき延長行きたくなかったっすね。もう時間ないのでキスギにあげます。キスギはいません。キスギのガッツ62か。はい、弾かれた。うわ守りきれれば勝ちだったんですけどね。延長戦。さあ延長戦時間ない。どうする。いや敵さあほんとすぐつくよね。あと多い。高すぎ。これは大丈夫やろ。マジかよ。後ろに出したんぞ。でたけしね。
7番つかんねえ、なかなか。さあもう時間ないです。岩見とかに渡したいよね。さあ6と8が来た。伊沢に一旦託すか。まあここ中央ドリブル、いや早いな、すぐついてくるな、来すぎ。時間ないですね、もう打ちましょう。弾いてくれ、弾いてこのこぼれ玉、これでいきましょう。あー敵か、笛やね。まずはしっかり止めよう。2人タックルパスカットで一石ナイス。こぼれ球取れずでパスね。たけし、あたけしこれもう打ってくるか。パスか、そこでパスか。石崎、石崎こんなとこにおったんか。あーしっかりマークしてるんですね。ドリブル、時間ないよね。ただちょっと怖いか。もう少し上がります。もう来るよね。時間がないです、囲まれてます。岩見、止めてきた。まずいまずい。低いボール、たけしはパスか。で7番ね、ヒューガー使ってこない。これなら大丈夫。シュート、角度のないところか。オッケー、こぼれ球しっかり。よし取った。いやーもうこれ PK っすね。もう時間ない、ドリブルで時間稼ぎしよう。あれ？そうか、同時優勝ありか。まあ原作通りやね。同時優勝でした。まあよかったね。いや厳しい戦いでしたね。名シーン、お、片桐さん。そして美咲とのゴールデンコンビを復活させるんだ、美咲探しが始まるね。
しかし彼の本当の旅立ちは今始まる。で、縛りもここからスタートです。こっからが本当の戦いね。はい、全日本になりました。翼松山ヒューが見すぎ、伊沢来すぎ、滝高すぎ、森崎沢田、石崎相田、正尾和夫、次藤佐野、反町に行った。よくやったぞ。さらにレベルが高まったようだな。スターティングメンバーを発表する。左、このチームで行きます。松山率いる全日本。まあ、一番最初にメンバー迷ってるみたいな話したんですが、それはね、佐野と次藤です。ベンチのところ見てもらえたなと思うんですが、正尾和夫、まあ、ここはね、最初からもう使わないと決めてました。あと、ヒューガ、ソーダ、翼、三杉、若島津。で、新田をどうするか迷ったんですよ。で、新田は必殺シュート持ってます。まあ、ちょっと迷ったんですが、まあ、佐野次藤のコンビでいこうかなと思います。フォワードは反町が左、木杉真ん中、松山右。で、佐野が左、沢田真ん中。で、滝はやっぱり右サイドと。滝はミッドフィールドにしました。で、次藤左サイドね。まあ、佐野と並べてます。まあ、この縦のラインね。やっぱ佐野次藤はコンビっていうかね、セット。で、伊沢はディフェンスしました。まあ、伊沢ってね、どこでもできますから。まあ、この中学の時の話じゃないんですけどね。で、高杉右で、伊崎真ん中で森崎と。はい、このメンバーで行こうと思います。まあ、こっからもイーグルショットありますから。イーグルショット使ってきますよ、ガンガン。ということで、ご視聴。ありがとうございました。